まあ、センターが終わるっていう瞬間は多々あって、大きく終わるかなと思ったのは、1997年、23年前に、荒井はじめが突然死んでしまったっていうところで、荒井が死ぬちょっと前が25周年で、まあ、ある意味節目っていうのもあって、結構豪華に東京会館で華やかにやらせていただいたんですよね。シナリオセンターって荒井はじめが作って、彼のカリスマ性みたいなもので生徒を呼んで、その力でやっぱりたくさんのライターさんを育ててきたので、ただ荒井の目が黒いうちは、なんとか存続させようっていう、でも死んだらもう私もおしまいって思ってたので、でそれは後藤先生も荒井先生の本当右腕として、いろいろやってきたけど、荒井先生がいなくなったら私ももうシナリオセンターやめるわっていう、外から見た時に本当にもう荒井さんが亡くなったからもうシナリオセンターおしまいだねっていうのは業界の方々からこう耳に入ってきて、あ、やっぱりみんなそういうふうに思ってんだなってその時はね、ちょうどねトレンディードラマは全盛の頃かな、80年代ぐらいからあれだったから結構入ってきてくださる方もいらしたりして、でもお金は持ってなかったね東京映画 の、 あの企画部長とかテレビ部長とかやってて、 そんなね、シナリオなんて教えられないって、もう本当に映画界の人たち業界の人たちに言われて、荒井さんバカなことはやめなさい、別にやめなくてもよかったわけよ、でもシナリオセンター作りたくてやるんだって、手作りで始めたから、うちの、まあ、その前が寺小屋みたいな形で家でやってたり、撮影所の片隅を借りたりとかっていう形でやってたから、まあ、創立そのものが生徒さんが一株買うしみたいな形になって、でちょうど荒井はじめが、退職をする時だったので、退職金を全部つぎ込んで作った会社だから、経営してなかったよ。月謝をいただく、そうそう、その中から今日は3万円とか、よくみんな付き合ってたなと思いますよね、日本縦断シナリオの旅っていうのを計画したんですよ。なんか7カ所ぐらい回ったの、100人ぐらいの会場を取るわけですよ。で、大体3人とかで、結局車座になって大きな会場の片隅で教える、シナリオ教室にしても、もう創立からずっと休まず出してるけれど、それだって印刷屋さんにお金払えなくて、で手形が落ちない時がいつと落ちないって言われる時があって、このまま不当たり出ちゃうよみたいな、そうかと思って、ありがたいことに次の日、行ったら手形なんとか降りるお金が入ったんですよ。でなんか落ちたんですね。なんでそこまでしてそのシナリオをやっていくのかなって、その頃はあんまりよく分かんなかったかな。そこは9ヶ月貯めたかな、お金が入ると少しは振り込むわけですよ。ちょっとちゃんと話に来いって言われて、洗い始めは逃げるんですよ。いないって言ってとかって言われて、不動産屋さんの本社へ行って、まあすいません、その担当の人が土下座でもしてもらいたいですよねって言われたんで、しょうがないから土下座したんですよ。有名なお蕎麦屋さんがあって、なんかそこでお昼もずっと過ぎた時だったから入ってお蕎麦を食べたら、もう悔しくてさ、泣きながらさ、おいしいお蕎麦は全然おいしく感じずに食べたこともありますね。それが一番なんか洗い始めに対する、不愉快な思い今私もだからそこは継いでいきたいなと思うのは、本人は教え方をもっともっと良くすれば、その全ての人がプロになれるんじゃないかっていう本気で思ってたからね。で、洗い始めは
まあ、よく書いてるけど1億総シナリオライターかっていうのを目指していて、このシナリオを使えば日本中の人がみんな考えてくれるっていうところの方が私としてはその後受け継ぎやすかったということですね。まあ、新井が亡くなって新井の片腕だった後藤を所長に据えて、いわゆる新井イズムを継承しようっていう、要するに技術を徹底して教えるっていうことを継承しようっていうことで、まあ、後藤さんに頼んだんですね。しばらく、まあ、やっていて、まあ、一番そこから大きかったのは 3.11 感謝祭も、もうド派手に打ち上げたいって思っていた矢先にこういう事態になったらみんな書く余裕もなくなるだろうし、そのシナリオなんかって思うだろうなとかね、要は50年って終わりかって本当に4月末思いましたよね。それはね、プロの上にしてしまいます。で、5月の中旬が新井始め賞の締め切りだったんですよ。で、それはまあ創立50周年記念のために募集してたわけだけど、5月になってダダダダダダダって本当に5月の連休終わった頃からどん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 来るわけですよ。ですよね、応募ね。その時に本当に大きな勇気みたいな、あ、まだやれるって思ったのはやっぱりこの新井はじめ賞の936本ってのはすごい大きかったですね。ここシナリオセンターは、新井はじめはシナリオの中心という意味でシナリオセンターっていう名前を付けたわけですよね。だからやっぱりここが創作の大元になりたい、ここからいろんなものを発信していきたいし、いろんなものを受け止めることも含めてね、創作でより未来は輝いていくっていうか、社会が輝いていくみたいなところはあると思うんですね。それはもう皆さんと一緒にやるしかないことで、いいドラマももちろん作りたいんだけど、やっぱりそれを受け止められる感性をね、皆さんが持てるようなこう場所にしたいなっていうふうに思いますね。それをまあこれからどういう形でやっていくかって、本当に幸いなことにスタッフも講師も中心ライターの方も協力してくださるので、まあ、そこをね、もっと広げていけるような、未来型のシナリオセンターをでもこの51年目